やっ、さあ行こう。マームを仲間に加え、ロモス城に無事たどり着いた3人。しかし夜に城へ入ることはできず、城下町の宿に泊まることとなった。たまたま同じ宿で出会ったのは、かつてデルムリン島で悪事を働いた偽勇者一行。現在は改心したのだと主張する偽勇者一行。過去の因縁は一旦置いておき、共に同じ宿で一晩を過ごすのだったが、今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も全て勝利あってのもの。たとえどんな手を使ってでも奴を撃つ。うわあ、出てこいたい。さもなくばロモス王国は今日で壊滅だ。うわあ、この声は、あ、きっとクロコダインの百獣魔団だ。行け行け、ロモス城を殲滅するのだ。あ、ダイン待って。ダメです、王様。敵はかつてないほどの軍勢、持ちこたえられそうにありません。かくなる上は王様だけでもお逃げください。民を見捨てて逃げるわけにはいかぬ。王の逃亡は敗北と同じ。わしは非力な年寄りじゃが、断じて逃げるわけにはいかんのじゃ。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせんぞ。何者？俺は魔王軍の百獣魔団長、クロコダイン。ロモス国王、俺はお前の命など全く興味がない。だが俺のターゲットをおびき出す餌になってもらう。早くダイを追わないと。だけどクロコダインの強さは半端じゃないんだぜ。言ったら殺される。だから私たちが加勢しなきゃダイが殺されちゃうでしょ。三人で力を合わせなきゃ。心配ねえよ。いざとなったらダイのやつはめっぽう強いし、死にはしねえよ。どうしたのよポップ。あなたダイの友達でしょ、仲間でしょ。彼がどうなってもいいの。大体俺は魔王軍と戦おうなんてつもりは元からなかったんだよ。好きで戦ってきたんじゃねえんだ。そりゃダイは一緒に修行した仲間だけどよ、あいつがいるから敵が次々と襲いかかってくるんだぜ。巻き添え食って死にたかねえよ。てめえ！あなた、アバン先生から何を習ってきたの？ダイもあなたも先生の仇を討つために命を懸けて戦っている。そう思ったからこそ私ついてきたのに、仲間になったのに。あんたなんて最低よ！ロモス城大広間。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ、待ちかねたぞ。さあ思う存分戦うがいい、クロコダイン。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ、待ちかねたぞ。今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も全て勝利あってのもの。来い、行くぞクロコダイン。さあ思う存分戦うがいい、クロコダイン。ふっ、なんということだ。取れん。
せてやる。負けるもんか。くらえ。アワンストラン。砕けろ。やった。お、砕けろ。に負けられんのだ。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ。待ちかねたぞ。今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も全て勝利あってのもの。来い。行くぞ、クロコダイン。さあ、思う存分戦うがいい、クロコダイン。ふっ、おっ、砕けろ。やあ、燃えろ。うなれ、真空の斧。はあ、先生の技を受けてみろ。アワンストランス。砕けろ。砕けつれ。うん。負けるもんか。くらえ。アバンストラン。はっ。うなれ、真空の斧。はっ。うなれ、真空の斧。絶対に負けられんのだ。先生の技を受けてみろ。アバンストラン。おお、おのれ、燃えろ。行くぞ、クロコダイン。来い。メラ。呪文だと。先の戦いでは剣だけしか扱えなかったダイが、まさかこの数日の間にメラを身につけたのか。男子三日合わざれば刮目してみよというが、こいつがまさにそうだ。このまま成長していけば間違いなく魔王軍にとって最大の脅威になる。ダイ、マム、王様にベホイミを。分かったわ。使いたくはなかったが、いや、無謀えまい。あれは魔法の筒、何なの。生き物を封じ込めておける筒だ。呪文で自由に出し入れができるんだ。おそらく中身はあいつの助っ人だ。イデオ、デルパー。え、じいちゃん。
ダインの育ての親ブラスはもともと鬼面同士、島を出て大魔王様の魔力に影響されれば魔王軍の先兵に早変わりする。さあ行け鬼面同士ブラスよ、己化け物め。待って、あれは俺のじいちゃんなんだ。島に流れ着いた俺を拾って育ててくれたんだ。育ての親に手出しはできまい。ダイに対してこれ以上の資格は考えられんて。メダパニどうしたんだ、やめろ。メダパニをかけられて混乱してるのよ。じいちゃん、やめてくれ。なんでそんなひどいことするんだよ。俺がわからないのかよ。ダイ。じいちゃん。メラミー。じいちゃん。とどめだ。また貴様か。こっちもメラミをお見舞いしてやるわ。ダメだマーム、じいちゃんに当たっちゃう。お願いだよ、俺のたった一人の家族なんだ。ブラスよ、奴らを。クロコダイン、あなたそれでも戦士なの？誇りだのなんだのと言ってたから正々堂々とした男だと思ってたのに。そうだ、こんな少年相手に人質を取るなんて武人の風上にも置けぬやつよ。恥を知れ。黙れ。武勲のない武人など張り子の虎も同然。何とでも言うがいい。誇りなどとうに捨てた。終わりだダイ、それ以上苦しまぬように人思いに葬ってやる。この獣王クロコダインの火でな。獣王ツートン撃。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせんぞ。